え、またザークいるとこ？やだな。モモさん、あんなとこ一人で大丈夫かな？かっこいい。映画みたい。あ、電車。思い出して、佐藤さん、見てください。これは地下鉄の駅です。こういう交通手段があったことをすっかり忘れていました。街のどこにでも連れて行ってくれる。人々は通勤に使っていました。私も使っていました。社畜だったのかな、佐藤さんは。毎朝玄関で家族に行ってきますを伝えた後に、思い出しました。私には家族がいました。でも今はいません。ずっと昔の話ですから。だろうね。家族もアウトサイドを見たかったんでしょう。でもそんなことは本当に重要なのでしょうか。家族に何があったのでしょう。町の人々はどうなったのでしょう。どうなったんだろうね。とにかくもうミッドタウンの近くまで来ています。スレメンタインという方を探しましょう。彼女の写真があるので、この辺の住人たちに見せましょう。何かわかるはずです。わあ、なんかないかな。何もなさそう。あ、いるかも。いたわ、人。ここにはたくさん本があります。チューリングテストの遺産、 AI の論理学、倫理か。知っているものもあります。書庫を所有していたのでしょうか。あの本の香りやページをめくる音が好きすぎてゾクゾクしました。快感という感覚です。本と一緒にいると大切な人と一緒に時間を過ごしているように感じるのです。あ、もう半分来てんじゃん。こんにちは。この人喋れないのかな。誰か会話のできる方。いきなり走られたら怖い。何？何？あ、遊んでんの？あ、浮いてる人いるじゃん。すいません、交流できませんかね。あ、できたできた。よし、もう君には5回も伝えたじゃないか。そんな風に走り回っては危険だと。えい、君みたいなロボット初めて見たよ。モフモフだね。モフモフでしょ。でもロボットじゃないんだよ。あれ、指名手配中の女性じゃない？指名手配中なの？他を当たってくれ。よしと共にここで何かを知ることで精一杯する。よし。もし。あ、違う違う違う。よしに話しかけられない。こんにちは。交流できませんか？あ、ごめん。ちょっとこけちゃった。こんにちは。あなたの身元を確認させてください。我々に協力しなければジェイルに送られて再起動されるぞ。再起動ってことは全部記憶消されるのかな。一人にしてくれ。私はお前が探してるやつじゃない。もしセルメンタインを探してるなら移住エリアに隠れているはずだ。え、
めっちゃ教えてくれるやん、ありがとう、無事でな。うわ、中華街みたいなとこ来た。前に詐欺師の商人が壊れたバッテリーを売りつけてきたんだ。どんなに言ってもあいつは聞こえないふりをしてる。見張り兵さえいなければあいつを壊してスペア部品にしてしまうのだが、物騒なんだよな。こんにちは、聞いてる？この人起動してないのよ。こんにちは。我々が働くネココーポレーションではゴミを集めて下の階に運び別のものにリサイクルしている。下の階といえば長いこと何のニュースも聞いていないな。かっこいい写真、裏に住所が書いてあるの。最初の目印がストリートで、次にフロアがあってドアの番号さ、簡単に見つかるよ。忙しいんだ、何かよ。忙しそうに見えないけどな。何も教えてくれない人もいるんだ。クラブはクローズだよ、ウソロ。お前は誰だ、警察か。みんな彼女を探してる。へえ、彼女はここはには入れてない。これが知りたかったことが知らねえが、じゃあここには用がないっていうことはよく分かった。こんにちは。ちょっと考えてみるよ。明日俺の腕を別のロボットのと交換する。そして次の日別の腕も交換する。次は体を。そうやって体全部を交換するまで続けるんだ。それから内部ソフトをアップデートして。それでも俺は今お前と喋ってる俺と同じか。何の話してんだ。おいおい、今何を見せるっていうのか。知らない奴ばかりさ。きっと奴らは遠く離れた町のでかいビルにでも住んでいるのだろう。これでいい、好きなようにしなさい。あんまり有益な情報ではなかった。ごめんなさい、お店はクローズです。配達の人を待ってるのですが、どこで何かをしているようです。何ですかその写真は。あ、彼女でしたら知ってますよ。終始アウトサイドのことを考えている者の一人です。ここはアパート。おい、臆病者、全部見えてるよ。ちょっとこのテープは私たちのものだよ。泥棒はいけないって習わなかった。一つあげるよ。でもジャンマとミコのと私のために何かしてよ。見張り兵は私たちを観察するために3台のセキュリティカメラを設置したよ。壊せって？嫌で仕方ないよ。全部外してくれないかい。別にこのテープ俺いらんけど。いらんけど、とりあえず壊しゃいいの。キャラクターシートを忘れたってどういうこと。1週間ずっとこのセッションの準備をに費やしてきたんだ。ごめん、どこかに置いたか忘れちゃった。でもとりあえず遊ぼう。あの洞穴へレッツゴー。あんま反省してねえぞそいつよ。壊れた？壊れてはなさそうだけど、あ、今落ちた。もしかして。よっ。ねえ、シモンはあなたに
役立つ何かを持っていると思うよ、ほんまに。お前シモちゃうんかい。よくやった、できると思わなかったよ。はい、これはご褒美やあげるよ。カセットテープいらん。カセットテープ何の役に立つ。あ、君本当は何者なの。猫、猫です。クオン、クオードアングルの音は素敵だと思わない。コンセプトが好き。裏に住所が書いてあるのね。ここね。何その歌。あ、歌なんだ。ここは分かったんだけど、あ、差し押さえされてる。っていうことはここってこと。お邪魔しまーす。あら、随分とおしゃれな部屋で。いきなりこれは怖いわ。大丈夫？勘違いしちゃった。あなたがミハ。いえ、なんでもないわ。あなたは誰？何がしたいの？はい。待って、ということは、ザバさんね。誰かを送るって決めたの？あなたは今からここの新入社員。ちょっと小さいけれどね。下水道を使ってきたの。すごい有能な社員だ。ほう。アントビレッジを出てからずっとアウトサイドへ行ける道を探していたの。でも見張り兵がいつも監視してて。でも今は有能なあなたがここにいる。こっちに来て。オッケー。いや、マジで有能なんです。私たち。月給いくらですか？この古い地下鉄を使って何かできないか考えているの。発射用のキーも持っているのよ。お、じゃあ使えるじゃん。あとはアトミックバッテリーで充電するだけ。ネココーポレーションの内部にある工場にそのバッテリーがあるわ。お、盗んでこいってか。忍び込むのをサポートしてくれる仲間もいるの。名前までは知らないんだけど、フライトジャケットを着てゴールドチェーンをしているロボットにこのメッセージを届けて。ね、オイル。あなたみたいに小さくて機敏だったら工場の中に簡単に入れるわ。最後に困ったら周囲のロボットに話しかけて。この街は情報であふれているから。見張り兵は近づかないで。見張り兵ってあの警察の格好した人。笛の音。今涼しいと思わないか。いや、めっちゃ暑いよ今。メッセージ見せたらどうなるんだろう。爆撃機乗員みたいなジャケットを着てゴールドチェーンをしているロボットのこと。そいつなら知ってるよ。今工場の近くをこそこそ歩き回っている。工場、工場はどこなの。以前バーを経営していた。この辺で最も落ち着く場所だったんだよ。膝のスクリュードライバーを取るまではね。今はクローズしてしまったが。こいつが俺にたかるだけだとしても俺にとって唯一の客なんだ。怖がらせないでくれ。え、怖がらせてないでしょ。こんなに可愛いんだよ、見て。うわ、三角コーンかぶってるこの人。こんにちは。下の町に行ったことがあるかい。あそこは友達のフィフィがいるんだ。しばらく会ってないな。会えるといいね。こんにちは。
れ以上先に進まないでください。アウトサイドへのアクセスは完全に禁止されています。エレベーターも動いていません。外は危険です。これ以上先に進まないでください。人たちだって悪いことしてるわけじゃないのかな。エレベーターの近くを歩いただけなのに見張り兵に怒鳴りつけられた。地上には移住不可能だと何年も聞かされてきた。そしてずっと信じてきたのだが、なぜだ。危険だからじゃない。お、マジで。奴らは危険だ。俺の仲間のパブロは奴らに捕まってもう350年になる。だから気をつけろよ。あ、ブラザー昔の同僚だよ。最後に会った時は奴は猫コーポレーション関連で何かするつもりだと言っていたな。そうなんだよ。とりあえず猫コーポレーションに行かないといけないんだけど、猫コーポレーションってどこにある？バーみたいなとこ来た。エイムボットをダウンロードしてこのゲームで一番になろうとしたらマルウェアでした。なぜ全てが変に見えるのか分かりません。この世に存在する全てのゲームをマスターしたが、これはどんなものか見当がつかない。これが全部ではないということか。勝手に曲変えちゃったけどいい。自己責任で飲んでね、おちびさん。僕の部屋の休みにならないでかわいそうに。潰れた？奥のやつ？あ、酔いつぶれてんな。奥にいる男はとてもよく潤滑油を飲んだのさ。意味がわかるか。強烈な衝撃じゃないと彼は起きないよ。あ、ごめんね、おちびさん。ここで遊んじゃダメだよ。猫コーポレーションの工場には君のような小さなモフモフの遊び場はないよ。少しの間入れないよ。2、3年だけ待ってくれたら入れるようになるさ。2、3年も待たなきゃいけない。ああ、爆撃機乗員みたいなジャケットを着てゴールドチェーンをしているロボットのこと？よくわからないな。ここら辺にいるんじゃないの？だって。あ、お前か。お前じゃん。いきなり新聞出してきたよ、お前。それをどこで手に入れた？お前アウトサイじゃなくて俺の仲間の知り合いか？アトミックバッテリーに関して簡単に説明してやる。おう、頼むわ。ネココーポレーションの工場はそのバッテリーによって稼働している。だからそこは立ち入り禁止で厳しく監視されている。入るものは全てチェックされ、従業員でないやつが追い出される。そこでお願いなんだけど、従業員ジャケットと従業員ヘルメットを取ってきてくれないか。俺はここで入るタイミングを伺うから。え、じゃあこいつの身ぐるみ剥がせってこと？僕の服好き？セキュリティ上重要なんだ。洋服屋と帽子屋で買ったんだ。でも君に合うサイズは売ってるかな。洋服屋に行けってこと？あ、ここか。何？商品が補充されるまで店内に入らないでください。あの二人がいかに使えないか、しばらく時間がかかりそう。
ストゥップ戻ってきて、ここの帽子を補充してくれるのをずっと待ってるんだ。上司の機嫌が悪くてさ。お前か。ああそうか、酔いつぶれてたやつか。ここでなんか、いや、起きろーい。起きた？お前仕事ほっぱらかして何やってんだよ。お、あ、交流できるわけじゃないんだ。早く行け早く。もうヨロヨロじゃねえか。早く持ち場に戻りなさい。ほらめっちゃ実家のこと言われてるよ。早く入ってるから運んで。早く出ればいいの？もう出ていい？出るね。これで入れるようにもなったもん。でもはい、あ、佐藤さんのおかげでこんな糸も簡単に。どうや、お前も音楽を一日中大音量で聴いてる若いチンピラどもの仲間かい？何にも触るな、音も立てるな、名誉を求めるな。来たよ。ほい。ほい。着替えるから後ろ向いててくれないか。いいよ別に。お前の裸見たところでな。俺はすごい、ちょっとウエスト周りがきついが完璧だ。この箱に入ってチェックポイントまで連れていくから。あ、オッケー。え、でも服と帽子変えるんでしょ、その作業着。じゃあ身分証明とかされるのでは。ほら止められたじゃん。いいんだ通って、ガバガバじゃねえか。あ、このロボットからもあれするってことね。でもどっち行けばいいか分からんかな。あ、違うわ。
何があるか知らんし、わお、とりあえずあそこの中に入っちゃいけないんでしょ。絶対バレてたけどな。失礼します。いいところに来たね。ちょっと手伝ってよ。この暗くて巨大な工場で自分の家のキーをなくしちゃったんだ。何やってんだ。見張り兵は探してくれるどころかこう言ったんだ。家に戻れないならここでもっと働くことができる。もし探してくれたら一生感謝するよ。 OK。 降りれる？降りれないな。ギリセーフ。この段ボール何すげえな。防げてるぞ。あのビーム何製なんだろう。この段ボール あ、もう無理。これ無理。助けて。やったぜ。あ、なるほど、ここか。違う、こうでしょ。期待ほい。違う。ほい。どこが開いた。こうか。あ、無理じゃん。ちょ、危ねえ。絶対ここ突っ切るところじゃなかったんだろうけど。もうここまで来たんだったらオートセーブ入ってもよくない？